おはんばる、どうも、紅茶ガーデンです。今回なんですけども、11月の我が家の一発目の購入品の紹介をしていきたいと思います。ごく一部なんですけど、結構ねまとまって購入したので、今回そちらを紹介していきたいと思います。まずこちら、じゃかじゃん、ふんわりベッド、お値段190円です。そして次購入したのがこちらです。じゃかじゃん、ふんわりベッド、お値段190円です。そして次に購入したのもじゃかじゃん、ふんわりベッド。何に使うかって言われたら、我が家にいるラットとギュンターハタネズミのために購入してます。であと1本あったんですけど、それはもう使っちゃいました。ミニアニマンさんのふんわりベッドがね、一番コスパがいいですね。匂いもいい匂いだし、まあね、一部ねアレルギーが出やすいっていう話もあるんですけど、我が家ではこれを使っております。で次購入したのこちら、じゃかじゃん、これは初めて買いました。ジェックスの柔心地を購入しました。これはね初めて使います。これがね試供品が入ってたんで使ってみたんですけど、めちゃめちゃ柔らかくて、これはネズミも喜ぶなと思って試しに買ってみました。ただね、お値段がね1キロで1050円もするんで、たまにしか買えないですね。この1週間消臭抗菌って書いてあるんですけど、これはちょっと怪しいかな正直。ペット、人に優しい低アレルギー素材、健康チェックしやすい白マット、白ですごいホワホワで、見た目も触り心地もめっちゃいいです。ただただ高い。で次購入したのこちら、じゃかじゃん、サンコーさんのマルチビタミンサプリ、お値段794円です。これはねうちの我が家の小動物ちゃんたちにはみんな毎日与えております。体内でビタミンを作れないんでね、必要かなと思って、毎日健康に暮らしてもらいたいというために買っております。で次購入したのこちら、じゃかじゃん、レパシーのスーパーフードクレステッド月光を購入いたしました。 170g ですね。これがお値段2525円です。中身はね粉になっております。中身はね粉状になってて、水で溶いて練って与える感じになります。うちのねヤモリたちはねコオロギ食べないんでね、こういう方が好きみたいです。爬虫類イベントとかで売ってるんですけど、なんか今回ねアクバスもエキスポも売ってなかったんで、もうチャームさんで購入しちゃいました。で次購入したのこちら、じゃかじゃん、テトラのヒーター。これ 100W の40リットル以下水槽用のものを購入しました。こちらお値段が1282円ですね。2個購入しました。なんだかんだテトラが一番安くて使いやすい気がするんで、うちはテトラが多いです。ということで最後に購入したのはこちらです。じゃかじゃん、ジェックスのグラスハーモニー、これはね30キューブタイプのものを購入してみました。こちらお値段は4283円でしたね。うちにもグラハモは何種類かあるんですけど、この大きさは初めてですね。じゃーん。で給水ボトルとか回し車は入ってないタイプを購入したんで、少し安かったですね。これはまだ使う予定はないので戻しておきます。あともう一個あった、こちら、じゃかじゃん、ハーモニーステージ S、 これがお値段674円ですね。こんな感じでステージがつけれるみたいです。早速つけてみようかな。で全部のお値段が 13,631円でした。であとねもう2つ買い物したんですよ。これがねこのチモシーです。何キロだったかな、14キロだったかな。こちら段ボール1ケースと、あともう1ケース、こちらですね2ケース購入しました。やっぱモルちゃんチモシーはね大切なんで、常にストックはこんだけあります。そしたら、あ取れた、まずこれを取って、家を横にしてここにくっつくのか。なるほど。できた。だってなんかちょっと高さが、はしごの高さがちょっと合ってないかな。はい、こんな感じですけど、はしごがね、はしごがちょっと合ってないですね。もっと低床を敷いてくれってことなんですかね。はい、
びっくりしちゃった。これ流木でこうやって、ちょっとこれ怖いかもね。よし、これで乗れるかな。はい、今日もねお掃除してこの中に入ってもらってますね。ここにいないと脱走しちゃうからね、蓋がないと。ジャンプ力も結構高いですからね、この子たち。すごいね、もう出れるからちょっと待ってね。こちら、じゃがじゃん、柔心地で作りました。これがね本当にね柔らかいの。私もここで寝たいです。すごく気持ちいい。お家を無理やり上に置いてみました。果たして乗るのか。違うね、びっくりする、飛んでっちゃうからね。はい、おいで、自分から来て。はい、おいで、こんなに。あ、じゃあ、あ、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった、カメラでびっくりしちゃった。おいで、あ、ゆっくりおいで、怖いからね、怖くなっちゃうからね、すぐおいで。うん、うん、お掃除終わった。お掃除終わりましたね。掴んじゃうよ、じゃあ掴んじゃうよ、来ないの。はいはいはい、おいで、来ない。じゃあ掴んじゃうよ、びっくりしないでね、びっくりしないでください、びっくりしないでください。良い、うん、かわいい。いや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 い。柔心地使いたい人は60センチのでは使わない方がいいと思います。ちっちゃいの30キューブとかで使った方がいいと思います、ね、君たちよかったね、高価ですよ、布団が。掃除したくないね、次の、うん、そしたらうちも仕入れときます。ほいほい。山ごくちはね、こんな感じでとても可愛いですよ。コスパは結構かかります。それでは以上11月のお買い物でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。